きません、旗見らんなさい、非常に危険でした、ね、冷静になって調子こくな、そう、貯蓄がちょっと溜まったからといってオイルクーラー、インタークーラーではなく自分の頭を先に冷やしましょう、これが一番大事です、タイ、よかったですか、危ない、危ない、ここからは区切りをつけた方がいいですよね、気持ちは熱く、頭は冷静に、これが大事ですよ、俺はバカだ、あとこういう人に運転の技術を聞いても分かりませんので、ね、教えねえぞ、お前、ああいうのでも上手くなれるんで君も絶対上手くなれるまあ彼は次のコーナーというよりも次の人生のアプローチがないこれで終わりかもしれんけど、まあ、お互いにね、まあ、みんなで頑張りましょう、ここでプロドリ陽一の複合技を車載カメラで体感してください、1コーナーでシフトアップと同時にクラッチを蹴り姿勢を変化し、すかさず2速にシフトダウンし回転が落ち込まないようにハンクラを使う、では難所を切るためにシフトアップと蹴りを再び使う、このようにプロの走りも単純な基本操作の組み合わせなんだよ、知ってたん、次回いよいよ上級編バイ、これは難しかですよ、次は、この進入時のこのボリショイクラッチキック、そしてボヘミアンサイドブレーキ、これはなかなかプロじゃないとできんですね、そしていよいよ大事なのがこのスポンサーへの角度挨拶間違って尻を出しすぎたゴリラのようになってしまいます、これいけません、こういうことも含めて次回は深くまたやっていきたいと思います、バイ、楽しみにしておきにしたい、これが日本の文化ドリフトバイよーっと見ておきにしたい、さあ日本固有の文化ドリフトを知るための第一歩、好評絶賛発売中のドリフト天国ビデオボリューム3はドリタクマスターズ初級編、きっと飲んで食って飲んで食って遊ぶ、中級編を見た後によくわからんばいと思った人は初級編がラッドランバイ、ここでは基礎の基礎を1から10までご丁寧に解説、初めの一歩が肝心、ここから始めよう、そしてトンビが鷹となるのだ、まずのドリフトに対策